徳島県内のお店の絶品スイーツの中からさまざまなランキングを予想するこのコーナー、ゴジカル小川のゴジカルスイーツ予想。松重町にやってきました。今回の舞台がこちら、カフェコンティゴです。この天気をも晴らす勢いでビチッと当てていきますよ。失礼します。外の雰囲気とガラリと変わりまして、ちょっとアメリカレトロな感じの雰囲気が広がってます。はじめまして。はじめまして。今日はよろしくお願いします。お願いします。もう入った瞬間からもう海外に来たかのような雰囲気ですけど、はい、この内装のコンセプトって何なんですか？あ、古いアメリカの倉庫をイメージして作っております。あ、そんなじゃあアメリカンな雰囲気のもといただけるご飯ってどういったものがあるんですか？料理は、まあ、雰囲気はアメリカンなんですけども、結構ジャンル問わずハンバーガーも置いてるんですけども、パスタだったりとかカレーだったりとかご用意しております。本当にバリエーション豊富ですよね。はい。スイーツもあるんですか？はい、スイーツも15種類ほどございます。種類は15種類。はい。あと、どういったお客さんがよく来られます？あ、結構年齢層的には結構幅が広くてたくさんいらっしゃいます、うん、そして今回のテーマが、はい、スイーツの中のその人気ナンバーワンですよね。はい。ちょっと一つヒントいただけないですか？はい、はい、ヒントはですね、私がこのメニューの中で一番大好きなメニューでございます。大きなヒントをゲットしました。人気ナンバーワン&一番ゆめかさんが好きなもの。わかりました、はい、これをもとにビシッと当てていきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。楽勝や。ということで今回はカフェコンティゴで人気ナンバーワンのスイーツを予想していきます。まず A のスイーツは、お待たせいたしました、はい、おこちらがブラウニーでございます。あ、もうなんかまさにアメリカの映画に出てきそうな、はい、本当にカラフルですね。こだわりのベルギー産クーベルチュールチョコレートをたっぷりと練り込んで焼き上げています。トッピングのいちごアイスと一緒にいただきます。うん、うん、本当に下の温度で、はい、ゆっくりと滑らかになっていくような、そんな食感ですね、はい、最初は固めなんですけどね、はい、魔法のようにどんどんとろけてく。しかも濃厚、高貴な、上品な、濃い味ですね、はい、くるみを結構その中にも入っておりまして、ザクザク入ってますよね、はいはい、ローストしたくるみをアクセントとして入れております。だからこんなにも香ばしいですね、はい。はい、しかもその後このいちごのフレーバーのアイスクリームがですよ、しっかりと生地に絡んで絡んで、後味は本当にさっぱりしてますね、はい、若い女性とかお子さんに人気の商品です。この雰囲気ってすっごくこの店内に合うじゃないですか、はい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 、だからこそメニューを開いた途端に、まあ、せっかくここに来てるんだから、まあ、ここにあった雰囲気のスイーツを選ぼうじゃないかってなりません？そうですね、ね、確かに、うん、はい、ってことを考えたら皆さんこれかもしれない。大きなヒント私はゲットしました。これです皆さん。続いて B のスイーツは、お待たせいたしました、はい、こちらがマラサダドーナツのクリームブリュレです。今流行りのマラサダドーナツの専門店から取り寄せて、カスタードクリームたっぷり塗ってさらにブリュレ風に仕上げているスイーツです。めっちゃ美味しいやん。このブリュレされたのがパリパリ、はい、躍動感ある食感ですね、はい、後から程よい、はい、優しい甘みのカスタードがやってきて、はい、主役でありますマラサダさんですけど、はい、イースト菌で発酵させてて、もちもちな食感とふわふわな食感を2度楽しめるっていうのがマラサダドーナツ。作る上で一番のこだわりってどこです？
そうですね、やっぱりカスタードクリームの量ですとか、あと炙り加減とか食感を楽しんでいただけるようにしております。これ結構ファン多いんじゃないですか？そうですね、年代問わず頼まれる方が多いですね。一番好きなところはどこです？カリッときながらもふわっとしている2度楽しめるっていうところが大好きです、ね、はい、私もそうです、はい、同じ味覚、はい、ちなみにですけど、はい、今回人気ナンバーワンプラスゆめかさんが一番好きじゃないですか、はい、好きなものは？好きなもの、あでもそれで言ったら愛ですかね。家族、犬。おい、なるほど、愛、家族、犬が好きなゆめかさんが一番好きなスイーツでしょ。はい、なんか多分 A と B で言ったら、はい、ワンちゃんが好きそうな、はい、ワンちゃんを飼ってそうな人が食べそうなのがこっちじゃないですか。最後 C のスイーツは、はい、こちらが大人のチーズケーキでございます。確かに大人っぽい、はいはい、上に何かかかってません？あ、これオリーブオイル。え、オリーブオイル、はい、フレッシュなオリーブオイルに合うように、はい、酸味を効かせたチーズケーキに仕上げてます。アクセントに岩塩とブラックペッパーをかけておりまして、でアイスをつけて一緒にお召し上がりいただきます。 Really? え、合う、面白い。チーズケーキというよりかは、はい、チーズのおつまみって感じがします。なるほどね。お酒にもコーヒーにも合うように作っております。岩塩、はい、とあとガリガリするこのブラックペッパーが最初にガツンとくるんですけど、はい、後からこのオリーブオイルの風味とこの爽やかなチーズの酸味っていうのが顔を出してくれて、これは本当に大人ですね。次はゆめかさんのおすすめの食べ方、アイスと一緒に食べてみます。まあ一気にスイーツになった、はい、これ作ろうと思ったきっかけって何なんです？普通のチーズケーキも置いてあるんですけども、うん、またちょっと違った他のお店では味わえないものを作るっていうので出来上がった商品です。これどういったお客さんが？女性の方も多いですし、まあ、若い男性の方も結構。一回友達じゃないですか、はい、はいはいはい、友達ですよね、はい、友達です、はい、ピザとパスタを食べ終わりました。はい、あお腹いっぱいだったね、うんうん、デザート食べたいよね。さっぱりしたものがいいかな。食べたいよね。大人のチーズケーキいっちゃう？行こう行こうっていう雰囲気になりますよ ね、 すね。もうこれしかないですわ。分かる、うん、確実絶対 C です。これ果たしてカフェコンティゴで人気ナンバーワンのスイーツは？いよいよ、私4代目スイーツ予想士小賀由衣の予想は、私の予想はじゃん、 B のマラサダドーナツのクリームブリュレです。これも美味しそうだった。まあね、 C と迷ったんですよ。もうギリギリまで迷ったんですけど、ちょっと実は私さっき直前になってゆめかさんにお酒は好きかって聞いたところ、あまり飲まないっておっしゃってたんですよ。だから C はボツ、B です多分。マラサダドーナツはたくさんあるものの、あえて半分に切って、しかもクレームブリュレするっていう、あれは多分ね看板商品だと思うんですよ。しかも扉開けた瞬間、目の前のメニューにですね、実はマラサダドーナツのこのメニュー書かれてたんですよ。ですので私の予想は B のマラサダドーナツのクレームブリュレです。さっき私 C にしましょうって言ったんですけど、皆さん C から B に変えましょう。絶対に B です。さあ皆さんも予想していきましょう。小賀由衣の予想よく当たりますよ。スイーツ伝道師の道はすぐそこ、信じるか信じないかは皆さん次第です。果たしてカフェコンティゴのスイーツ3つのうち人気ナンバーワンは？ではゆめかさん、はい、正解をお願いします。は
はい、正解は C です。こんなにすごいな。お酒キラーって言っとったじゃないですか。マジで、はい、男性女性問わず食べていただけるスイーツで、珍しいチーズケーキですのでやっぱり人気ですね。甘いこうスイーツなチーズケーキとは違って、ちょっと爽やかなさっぱりしたで、ちょっとおつまみ風なチーズケーキを楽しんでいただけたらなと思います。もう全然情報が入ってこない。まあ、こんなに耳が機能しないの人生初めてかもしれない。マジか、はい、あー絶対 B だと思ったのに。惨敗です、悔しい。今回ご紹介したお店カフェコンティンゴは松重町役場のすぐ近くにあります。営業時間はご覧の通りです。